皆さんこんにちは、ペソでございます。序書麻雀天牌32回目ですね。競技麻雀練習ね、残り2つになりましたね。前回ね、3級と2級逆にやっちゃいまして申し訳ありませんでした。今回はね、1級で次回ね、プロの方にやってみたいと思います。さあ、シビアにねなってくるかなとは思ってるんですけどね。はい、キーチャーは斉藤さんですね。斉藤さんからの事後ということで、3子の3色がベストかな思ってたけど、一品拾ってきたね。もう紙の手はね、ちょっと諦め気味にいきましょうか。椅子層が薄いからね、こっちでいいでしょう。あら、ロッソ積もってきた。張ってる？捨て牌が遅いね。なんかこわごわ切ってる感じしてるけどね。いやー、あー、イスワンかいな。染めて本一ですね。2000点。あそこは泣いてでもあれかい、2、3、4のプリを強引に作るべきだったのか。あー、パピー拾ってくる。裏目に出ちゃってますね、完全に。嘘かな。一応ね、イースピンの一射点なんですよね。ロッソ切ってリャンソチーよう分からんな。泣きたんやおやね、完全に。2、3子の筋では諦めた感じしてるけど、張ったな、張ったけど3枚拾う自信ないからね。イースピンでいいよね。ダマでいいでしょう。サブローはね。親がのお手のため流れましたね。流れ一本場という形ですね。はあ、難しいね。かぶってくれればね、言うことなしだったんですけども、いやー、いかー、裏目出るなこれは。どう計算してもね、いいピン積もるようでしたらね、もう3色狙
えるんですけど、ピンの真ん中も微妙な感じやしね。入ったね。あー、リーチか。うわー、しょうがないな。ありゃ、竹はダメよね。一発目で嘘引かされてたしね。はい、トンさんの2本歯ね。ドラはロッソ。ああ、何切ってきたな。しょうがない。ドラ引っ張ったね。じゃあもう白処分していこう。3色目というよりは、いや、上がりやすいね。確かに重視するんでしたらね、急速切らないといけなかったんでしょうけどね。一通が頭にちらついた以上はどうしてもそうなっちゃうよね。はい、あー、張ってたか。ピンフか、ピンフのみ。はい、あ、一丁ね。まあ親ですからね、内容問わず行きたいところですね。まあドラは目もくれず、パスを切っときましょう。もう、はい、ハリオタが、うわー、参ったな。張ってるね。竹の真ん中なんて危なくて切れないよ。はい、ポンしときましょう。ダーブトン、ヤンワン。これでサブロワンでいいんじゃないかな。おい、ウワンポンね。で、3ワン置くんで、まあ読まれてるかもしれんけどね。ただ3番はもう確実に浮きますよね。監視たろか。ベリア引かない。あー、いいとこで待つな。ピンフ、おお、また泣きからか。よいしょ。竹をね、に泣きしてたからね、下目からちょっと切るのがセオリーですね、ここは。で、現物。まあ、チュンも通す。スー。うわー、ドラ筋か。厳しいなー。タンヤオやね。もうリアンウーピン切れない。はい、ウーパーワンね。は削られてるな。ドラは
1枚持ってる状態ですね。ただ隣が全然持ってないんで、そうですね、リャンは処分ですね。もうさあ、ドラの捨てる、まあ2枚目まで我慢しましょう。はい、あ、ドラ引っ張った。あー、じゃあこっちだ。はい、リャンウッソね。リャンウッソ2枚。ウッソは？ウッソで3色つくね。3色、なんドラドラで、マンガンテイなのか。よいしょ。ウッソはあと3枚。ドラはもうする。休めか。まあいいでしょう。何ドラドラね、ザンク。なんとかね、トップに2カークしとかないと。まあ、ラストやなのがね、まだ有利な点かな。困ったな。あー、ドラ引っ張るのね。あー、そっちかー。まあ、イビンないから、うん、そうですね、こうですね。チュンさえなければっていうところか。ペイはいらんけどね。まあ全くこれで3色こだわる必要、ちゃんともこだわる必要もなくなったんで。はい、あー、ポンね。さあ、チュン落とせ。3ワンチパワーポンか。ああ、なるほどね。チュン持ってたわけね。本一、あ、ハネマン？あ、バイマンだ。ショウさんもついたからか。チュン切らなくてよかったよね。はい、オーラスですね。うわー、うっそー。表示牌だからね、頭から思いっきり切ったんですけどね。これはやだなよし、勝負いきましょう。はい、積もった。はい、単野のみね。今回はうまいことね、やられちゃいましたね。バイマンの、トイメンのバイマンはやっぱ大きかったですよね。
で、私もちょっと不用意にね、ジャブ受けてしまったところもあるんで、結果3茶という形になりました。で、次回はですね、あのプロ級上級の方ですね、やってみたいと思いますんで、そちらもちょっと頑張ってみたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。続きはまた次回です。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。